あ、これから FireMonkey を使った Windows アプリケーション、MacOS アプリケーションを作成していきたいと思います。新規に作成したプロジェクトにボタンを配置して、これが簡単な足し算をするアプリケーションを構築していきます。エディットを配置して、最後に答えを表示するラベルを配置します。次にコントロール全体を選択して、フォントのサイズを大きくします。それ以外にもコントロールの高さをすべて50に変えます。ボタンサイズを調節しましょう。フォームのデザイナーではボタンのキャプションなどをその場で変更して確認することができます。ボタン1のラベルを計算に変更して、その場でボタンの文字列が変わりました。イベントハンドラーを作成する場合にはダブルクリックを押します。イベントハンドラーの中では足し算を行いますが、まず変数を宣言し、エディット1の文字列を整数に変換し、次にエディット2のテキストを整数に変換して足し算を行います。足し算の結果はラベル1のテキストプロパーティに代入しますが、この時デルファイの持っている int to store の関数を使って簡単に数字から文字列に変更することができます。宣言した変数はリファクタリングの機能を使ってプロシージャーの先頭に宣言することができます。で、これからフォームのデザインをガラッと変えてみたいと思います。スタイルのプロパティを選択して適用して閉じるのボタンを押すと、フォーム全体がルック&フィールが変わりました。これからボタンの計算ボタンにエフェクトをかけてみようと思います。ご覧のようにリフレクションエフェクトをボタンに設定するだけでボタンが下に反映って見えますよね。で、この作成したアプリケーション Win32 のアプリケーションですが、この後 Win64 版のアプリケーションに切り替えてみたいと思います。ターゲットプロパティのプラットフォームとして Windows 64 ビットを追加し、ソースコードはそのままでビルドするだけです。たったこれだけで32ビットと64ビットの Windows アプリケーションの完成です。では最後に MacOS 10向けのアプリケーションに切り替えてみましょう。ターゲットプロパティ、ターゲットプラットフォームとして OS10 を追加したら、まずはターゲットの MacOS10 の IP アドレスを指定して接続できるか確認してみます。OK ですね。ではこのまま実行するだけでビルドが開始され、生成された実行モジュールは MacOS に転送され、実行が始まります。ご覧のように MacOS 10上で、先ほど作成したアプリケーション、全く同じものが動作していますね。ではこのままデバッグ機能を見ていきましょう。MacOS 10上で動作しているアプリケーションのソースコードにブレイクポイントを配置し、ボタンを押すと確かにブレイクポイントで止まりました。値を評価すると25という値が見えますね。ではこれから先ほど作成したデルファイ版のアプリケーションを今度は C++ ビルダーの C++ 言語を使って実装し直してみます。ボタンを配置してエディットボックスを2つ配置して、ラベルを1つ配置する手順は同じです。プロパティの設定などは省略します。この後足し算を行うんですが、 C++ 言語ですから変数の宣言し、これはデルファイが持っている関数を C++ ビルダーから利用している場合ですね。 C++ ビルダーの場合には文字列はクラスとして宣言されていますから、
toInt のようなメソッドが利用できます。で最後にラベルのキャプションテキストプロパティに足し算の結果を代入します。ここでも Delphi の持っている関数 intToStore が利用できます。ご覧いただいているのは C++ ビルダーで Win32 版のアプリケーションを作成した場面ですね。足し算をすると確かに計算が行いました。 C++ ビルダーの場合には64ビットプラットフォームは対応していないんですが MacOS 10に対応しています。ターゲットプラットフォームとして OS 10を追加しプロジェクトなどを適切に設定します。このままビルドを行うとコンパイルが開始され出来上がった実行モジュールは先ほど同様に MacOS 10に転送されご覧のように実行されました。全く同じアプリケーションが C++ ビルダーで Win32 版 MacOS 版で作成可能なんですね。じゃあもう一度ブレイクポイントを置いてデバッグ機能を確認します。数字を入力してボタンを押すと Windows 上でブレイクポイントが止まり値を確認できましたね。